どうもお疲れ様です。億万長者合宿シリーズをご覧の皆様、改めまして速稼塾の久保です。まあ、私はね10年前まさに裸一貫から出直したわけでございます。そのネットビジネスの道たるや10年続いております。いやーすごいな。ネットビジネスって何なのかというと、インターネットで自分の発信、文字ですとか画像ですとか、こういった動画とか音声ね、これを駆使して自分の気持ちを伝えていくことでもあり、視聴者さんの気持ちを受け取ることでもあるんですよね。そしてここでなぜねお金が生まれるのかってことなんですけど、わけのわかんない仕組みがお金をもたらしてくれるわけではありません。人の悩みを解決する、誰かが何かね苦痛から逃れたい、もしくは自分にももうちょっとね快楽とか喜びが欲しいといった時に、それを情報としてお届けするのが、まあインターネットビジネスなのかなと思いますよね。まあね、吉谷さんそんな感じですよね。だから私たち情報発信者には、まあやじやね、もう汚いコメントも飛んでくるんですけども、でも切実な悩みを持った人が語りかけてくれることが多いんですよね。まあそういうのがどちらかというと、まあ私たちはちょっと得意分野といいますか、やっぱり人ってみんな悩みがあります。悩みがない人もいるかもしれませんけども、でもいつか悩みが出てきます。例えば最近でしたら可処分所得が低いとかね、それから給料が上がらないとか、物価が高いとか、様々あると思うんですよ。いや最近のね税制はね本当にひどいなと思うんですけども、まさに瀕死の病人から布団を剥ぎ取る手口で、このように誰もが裸一般になる感になってしまいます。まあちなみに私丸裸でいるわけではないです、さすがに。それから YouTube にアウト食らってもいけないので、もうちょっと画像気をつけた方がいいですかね。このぐらいにした方が。はい。ということでね、お風呂上がりにお届けしましたけども、誰しもその裸一貫になるってことがなかなかできてないんじゃないかなと思うんですよ。堀江貴文さんがね、昔言ってたんですけども、持たざる者が何を恐れるって言うんですよね。で、私たちは、あれもない、これもない、これも不足、あれも不足、足りなくって困ってるわけですよ。まあ、つまり失うものが何もないのに、何かを失うことを恐れてるんですよね。例えば、顔出し、名前出しでインターネットで何かね、発信すると、周りの人にね、変な目で見られるんじゃないかとかね。でも安心してください。アクセスを集めるのはそんな簡単ではありません。ちなみに私がね、何千回何万回と動画を再生回数上げて、さらに、そんな動画を2万数千本撮ったところで、街角を歩いていて、あ、YouTube の人だって言われることはまあありません。ね。職業を聞かれた時に、かろうじて、YouTuber ですっていうことがあるんですけども、どんなチャンネルですかって言って目の前でなかなか見つからずに凹みます。いや、隠居久保哲郎で出るんですよ。隠居その辺からなんかよく分かってもらえません。ちなみに、久保哲郎で出ますよって言ったら必ず老の字を間違えられます。まさに、心はずるむけ丸裸でございます。まあでもね、人間誰しも、丸裸、たった一人で生まれてきて、そして、たった一人で裸で死んでいきます。なんと寂しいことではありませんか。でも生きてる間には、いろんな衣をまといます。中には、借金という衣をまとることもあるかもしれないですね。悩みという、そういった衣をまとうことがあるかもしれません。私なんてさしずめ、恥が服を着て歩いてるようなもんなんで、こうやって服を着なくなると、恥そのものでございます。恥というのはしかし、驚くなかれ。耳に心があると書くんですよね。その心は、吉谷さん、何でしょうか。今回は以上です。お疲れ様です。